はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということでサムネを出しましょう。副賞特集4月号ということで、まあ1年に、まあ、3ヶ月ごとぐらいにやっている企画ものになります。前回は1月にやりました闘技場人気副賞ランキング時差バー調べということで、まあ闘技場のね、使われている副賞の人気ランキングを調べていく動画になります。ということで、まあ今回も自分のサーバーで調べました。ということで早速見ていきましょう。まずは闘技場の順位1位から3位ですね。まあ1位、2位、3位の3名になるのでマックス3票になります。まずは2位ですね。2位は、まあ、2票ずつ入っている副賞が 1,2,3,4,5,6,7 7人いまして、上から帰国史、クレオパトラ7世、ショウウォー、タワラトータ、アウグストゥス、ナタ、モガミ、ヨシアキとなっています。でこの括弧内の数字だったり防戦だったりは前回と比べてどうだったかっていうことですね。例えばナタであれば、まあ、防戦なんですけど1月号の時と全く変わらず、この3ヶ月間変わっていませんよという感じで、モガミとかアウグストゥスとかのマイナス1っていうのは、まあ、1月号と比べて、使う人が1人減りましたよということです。まあ、もちろんね、この1位から3位の人が入れ替わったっていう可能性もありますし、まあ、純粋にねクレオパトラとか帰国史みたいな強い副将がね出てきて入れ替わったっていう可能性もありますし、いろんな要因があると思います。そしてクレオパトラとか帰国史の新っていうのは、まあ、1月から3月の間に実装された副賞になります。なので、まあ、帰国史とかね最近の話ですし、クレオパトラもね帰国史よりもちょっと前、ほんの少し前ぐらいの副賞なので、まだ1ヶ月ぐらいの話になるのかな。ですのでもう比較的新しい副賞ということで新となっております。ということで、まあ、パッと見ていくと、まあ、やっぱりアタッカー陣が下がってきた感がすごいですね。帰国史とかクレオパトラに関してはまだ実装されてまだ1ヶ月ぐらいっていうところで、まあ、全員が全員使ってるわけではまだないと。また初版ですからね、再版も1回も来てないというところで、まあ、やっぱり使う人は限られているっていう感じです。で帰国史ね2名の人が使ってて、使ってない人の図鑑一応チェックしたんですけど、帰国史持ってましたということで、持ってるけど使ってないってことは育成素材が足りないとかね、まあそういうのもあると思いますので、まだ1ヶ月とかですからね、まあこれからまた調べていくうちに帰国史とかも人数増えていくんではないかなと思います。でタワラトータとかアウグストゥスとかモガミですね、この辺のアタッカー陣に関してはやっぱクレオパトラとかが出てきて、帰国史とか出てきて、まあちょっとね入れ替わったりとかあったのかもなっていうのが想像できますね。でショウウォーですね、ショウウォーに関してはまあ帰国史とかね、まあ帽子で強い副将が出てきたので装備入れ替えたのかなとか、まあモーガンが実装されて、まあ毒の罪悪ですよね、毒罪悪が出てきて、まあ、ちょっとバッファー不利になったなみたいなところで入れ替えたのかなとかもいろいろ想像できますので、まあ、初号のマイナス1はまあ致し方ないところですかね。まあ、1月号の時は、まあ、初号もタワラトータもアウグススもモガミ、ヨシアキも3人の方が使っていたっていうことですので、マイナス1ということはね、なので、まあ、そこから下がったってのは、まあ、そういう要因があるのかなといった感じです。そして1位になりましたのがモルドレッド、大谷氏、リッシということで、まあこの3人が各3名ですね、3人中3人が使っていますということで、まあ納得ですかね。まあ大谷氏はそろそろ危ないなっていうところもありますけど、うちのサーバーに関してはまあアウグストゥスが1年半ぐらいずっと1位でしたので、そう考えれば大谷氏ももうちょい1位かなって感じはしますね。もうちょっと武将とかで強い副将が出てきたら大谷氏危ないかなとは思いますが、まだ半年ぐらい大谷氏頑張りそうですね。で、リッシュとかモルドレッドも、まあ強さから考えれば、まあ納得の1位なのかなという感じです。なので、まあ見た感じはやっぱりアタッカー陣がね、まあここ最近で帰国史とかクレオパトラ、モーガン、上泉、信綱、あたりかなが、まあ強い副将として出てきましたので、まあその4名の代わりにとかね、いろいろ想像ができますね。はい、ということで、まあ、闘技場の1位から3名、3人、なので、まあ、やっぱりトップランカーと、まあ、呼ばれる方々で大丈夫だと思うんですが、まあ、皇室とかで言うとね、上の方に、まあ、やっぱり50位以内に入ってくるような方々ですので、まあ、やっぱり使う副将っていうのは結構限られるのかなと思います。まあ、これパッと見た感じ、やっぱ強い副将並んでんなっていうか、
感じですよね。ですので、まあ、ここからね枠を広げていくとまたいろんな副賞が出てくると思います。はい、ということで枠広げていきましょう。闘技場の順位1位から10位ですね、もちろんさっきの1位から3位の方々もいます。プラス7人の方が入って1位から10位の方で見ていきましょう。下からいきます。で9位が賞をマイナス4ということでかなりのマイナスになりました。前回使用率8割、今回使用率4割となってますので半分になってます。でカエサルですね、まあここが意外な副賞になってくるのかなと思いますが、カエサルねやっぱり MR として初めての副賞だったのでもう結構経つんですけど、まだランキングに顔を出してきます。各4名の方が使っていますね。なので使用率4割です。賞王とカエサルですね。そして最上義明マイナス4、前回使用率9割から5割になりました。だいぶ減りましたね。まあこれは致し方ないかな。強いアタッカーがねさっきも言った通り増えてきましたので入れ替わりになったり装備取られたりしたのかなというところです。でエビスが頑張ってて6人のままっていうところ、これ頑張ってますねエビスね。うん、最上よりエビス抜く人の方が多いのかなと僕の中では思ったりするんですが、最上の方が減っていると。まあもちろんねこれ1位から10位の間の人が入れ替わってるってのもありますし、たまたま今回集計した時にまあ基本11位とかにいるんだけれども今回は9位とかに入ってたよみたいな人もいるかもしれませんので何とも言えないんですが、人の入れ替わりっていうのもあると思いますが、まあエビス頑張ってるなと思います。そして5位、ナタと帰国子ですね。帰国子は、まあ、さっき同様シンとなってて、ナタはマイナス1となってますので、ナタも使用率8割から7割になりました。ということでまあやっぱ意外性といえばカエサルかなという感じですね。カエサルまだ頑張ってんだなという感じがします。そしてこの上ですね、3位がモルドレッドとリシということで、リシが使用率10割からなんとマイナス 2.8 割に下がりまして3位になっています。でモルドレッドは変わらず8人中8人という感じですね。ということは1位は誰かなと言いますと、アウグストゥス大谷氏ということで、ここではアウグストゥスまだ王座譲らずといったところですね。で大谷氏もまあマイナス1ですけど9割の方が使っていますよということで、まあ、やっぱりねやっぱ10人っていう枠になってくるとまだアウグストゥス元気だなという感じがします。でこのマイナス1は何かっていうと、さっきの1位から3位の時に、ですね1人抜いていたので、まあその人が抜いただけっていう感じですかね、うちのサーバーではね。なので各9人、うん、大谷氏もマイナス1で、まあどっかですね、3位から10位の間、4位から10位かなの間で1人抜いたっていう、抜いたか、まあ、持ってない人が入ってきたか、この10位以内に入ってきたかっていうところをですね、なのでね、アウグストゥスさっき天下終わりかなっていうお話ししましたけど、まだ1位から10位の間ではまだ天下取れています。まだ長いですね。もうすぐ2年になろうかというぐらいうちのサーバーでは1位を獲得し続けています。で、こっからさっきのから消えたのがクレオパトラになりますかね。クレオパトラは1位から10位の中ではもう4人すら使ってないっていう感じですね。3人とかかな。まあ今回で言うと3人になってますね。うん、ですので使用率3割かな、クレオパトラね。ですのでまあやっぱりあの辺は強い副将が並んでましたので、まあ原法の兼ね合いとかもあって、まあ、みんながみんなクレオパトラ取ったわけではないという感じですね。ただ帰国子は結構みんな取ったんだなというのがまあこれでわかるのかなと思います。使用率7割ですからね、初版で7割だったら結構いい方かなと思います。うん、まあ利子とかもまあ不具合で再販とかもありましたし、モルドレッドも再販ありましたよね。うん、まあアウグストゥス大谷はもう来てますしっていうところで、まあやっぱりうん、まあ面白いのはカエサルかなと僕個人的にはね思ったりしますね。あとエビスとかね、うん、まあこの辺がまだ生きてるっていうのがね、やっぱこの枠を広げると出てきますよね。そして1位から20位まで、まあ、ランキングに乗る20人ですね。まあここまでは簡単に調べられるんですが、まあここまで枠を広げるとですね、10位がエビスということで、前回からマイナス3で8人の方が使っていますと。で7位タイになるんですが、最上、翔王、劉備となります。劉備はプラス1でなぜか増えています。うん、まあ人が入れ替わったかなっていう感じはしますね。で賞をマイナス3、まあ、最上義明マイナス2ともなっています。まあ、この辺のアタッカー陣はね、アタッカー陣とかバッファー陣はね基本的には下がっていくかなと。まあ劉備がちょっと特殊で増えたりしてますけど、
うん、まあ9人が使ってるって結構ですからね、4割5分ぐらい使われてるってことですからね、結構な方が使っているかなと思います。でそして6位帰国子となってます。うん、11人の方が使っているので5割5分ぐらい使ってるかなという感じですね。まあ半分ぐらいの人は取ったんだなという感じです。そしてその上ですね、3位タイになりますが、リシ、ナタ、モルドレッドとなっています。まあ、リシ、ナタ、まあ、モルドレッド、まあ、みんな名前的にも納得かなというところで14人なので7割かな、使用率7割、モルドレッドは増えてますね。でナタとリシは前回から変わらずというところで、もうこの上は1位しかいません。いやそんなことなかった、2位がいました。2位が大谷ということで、大谷も1人減って15人ということで、これが7割5分かな、7割5分なんで、まあ、結構な人を使ってますよね。そして1位まだ出てきてない副将がいますね。そうあの人です、アウグストゥス、強いマイナス1、19人というところで、使用率9割5分となっています。9割5分ってもう本当ほぼ全員ですからね、もうこのマイナス1っていうのはまあね、さっきも言った通り1位から3位までの中で1人抜いてましたよね、その方以外は全員アウグストゥス使っていますということで、もちろん僕もこの中に入っててアウグストゥス使ってますので、まだね使ってますので、まあ、やっぱりアウグストゥス天下は、まあ、今回1位から3位の間で、ちょっと脱落しましたけど、3位から4位からかな、4位から20位って考えれば、まあもう全員使っているに等しい、もう全員使ってますよね、のでやっぱアウグストゥスはまだまだ頑張れるのかなと、うん、大谷がねやっぱ若干ちょっと順位落としているので、これアウグストゥスもうちょい頑張れるんじゃないかなと思ったりします。なので、まあ、僕個人的な、まあ、趣味というか、ちょっと思っているのが、アウグストゥスどこまで頑張れるのかなと思っていますので、ちょっと逆にちょっと楽しみかなと、そういうところね、ちょっとこういうのやっぱり人気副賞ランキング、まあ、強さとはやっぱ人気はね、また別物にもなってきますので、もちろんね、強さイコール人気にもなったりするんですが、まあ、別に強さだけがね、人気につながるわけではないのでって考えると、やっぱアウグストゥスね、どこまで頑張れるのか、この先ね強い副将どんどん出てくると思います。まあ帰国子とかね、まあこのあたりモーガンぐらいまでは、今も本田忠和もかなり強かったですので、って考えるともうアウグストゥスのライバルはどん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 この後出てくるわけなんですよね、まあどこまでこのアウグストゥスがね耐えられるのかっていうところはもう別の興味がもう僕的には惹かれていますね。はい、ということで、まあ結局ね、これ1位から20位まで、1位から3位から、1位から10位、1位から20位と見てきましたけど、結局は僕のサーバーに関しては、アウグストゥスが、まあ、一番人気あるんだなという感じです。まあやっぱり、第2回の総選挙でもね、アウグストゥス1位になってますし、一応ね、まあ第3回はモルドレッドだったのかな。なので、モルドレッドの、まあ、イラストというか、まあ、アバター的な、性能が変わらないアバター的なものが、まあ、半年後ぐらいには来ますけど、まあ、来年のこの時期ぐらいには、もしかしたらモルドレッドがね、1位になっているのかもねっていうところで、僕的にはまだアウグストゥスにね、1年後もさらに頑張っていてほしいんですけど、まあ、それはどうなっていくのかっていうところで、僕はね、この3ヶ月に1回、どん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 この集計取っていってね、アウグストゥスがどこまで頑張れるのか見ていきたいと思います。はい、ということで、チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。オーツデフ。